はい、どうも、そらです。ということで、今回は今期のボーダー予測をしながら、今一番しっくりきている髪の毛パーティーで PVP やっていきたいと思います。まずね、簡単にね、使うパーティーの紹介をね、さらっとしてから、試合の方でね、解説しながら、ボーダーの予測もしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということでなんですけど、とりあえずね、今期ね、すごい感じたことが、まあ、いろんなパーティーが強くなったなぁ、ということがあるんですけども、そんな中でね、髪の毛パーティー、本当にね、受けがしんどいなってことにね、改めてね、気づきまして、そこでね、体力枠を今回ね、設けることにしておりました。あと、加えて、ゴジブル。そうですね、ゴジブルがね、なんかだんだんとね、強く感じてきていて、こいつをね、うまく使えると勝てる勝負がね、非常にあったりとか、こいつがね、いるだけで、すごくね、やりやすい試合があったりとか、そんな感じでね、すごくね、使い勝手よく感じてきたので、ちょっとね、最近愛用して使っております。っていうのと、あとは、まあ、おなじみのメンバーみたいな感じなんですけど、一応身勝手、ザマスじゃなくて身勝手にしているのは、やっぱりミライパー相手にした時も、リミテッドのミライご飯がいることで、ちょっとどうしてもね、ザマスがちょっと使いづらくなってしまったというのと、他パーティーもね、だんだん例えばソンパートが根血増えてきたことで、改めて再生キラー、持ってるやつが多くて、あんまりね、受けれなかったりするシーンがあったりしたので、ちゃんとね時間も稼げてコンボ指導できるっていう身勝手に変えておりますという感じでね、さらっと解説していきましたので、とりあえずはねこのパーティー使いながら今期のねボーダー予測も兼ねてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで早速試合の方に移りますが、よければチャンネル登録グッドボタンぜひよろしくお願いします。それではどうぞ。はい、1戦目です。1戦目は最新のイケメンブロリー入りの劇場版ですね。ということでね、いや僕ねあのキャラねめちゃめちゃ欲しくてね、当てようかなと思ったんですけど、やっぱり、ね、千日イベントの後半で目玉のステップアップ新 LL 込みでなんか来そうだなーっていう雰囲気をね察してね、ちょっと引かなかったんですけど、なんだかね評価悪いみたいでねまあとりあえずね、まあ割引で当たったらいいかななんて思ってスルーしております。とりあえずね、相手したらどんな感じなのかっていうのはこの試合でね確かめていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで対戦よろしくお願いしますなのですが、ちょっとね最初はね試合流しながらボーダー予測の方を先にやっていきたいと思います。ぶっちゃけの予測なんですけど、画面の方に出しますね。はい、こんな感じになるかなと思っております。今期もねまたねボーダー下がりそうだなっていうのがまずね大前提となっております。で一応上から行っていくんですけど、3桁1000については前回1万400ぐらい、大体ボーダー予測で僕前回上げたのと、まあ、あんまりね、ずれないぐらいかなっていう感じだったと思うんですけども、まあ、そんな感じだったんですけど、今回ね、今のところでまだね、9400ポイントとかかな、それぐらいがほんと繊維ボーダーみたいな感じで推移してるようなので、そっからね、今晩あっても、さすがにね、まあ、500ポイント、まあ、最後のね、追い上げがあって600ポイントちょっとぐらい、まあ、700ポイントと仮に見たとしても、まあ、1万200あれば絶対大丈夫でしょうみたいな感じだと思います。場合によっては本当に1万前後に、追い上げがあまりなかったら落ち着く可能性すらあるなぁなんて感じているので、まあね、一応ね、余裕を持ってあげた方がいいと思うので、そこはね、意識してあげましょうみたいな感じの予測です。で、一応その次3000位は大体ね、1万位に比べて、まあ、1000ポイント前後低いみたいな、1000ポイントちょっと低いぐらいのね、イメージなので、大体ね、9000ぐらいかなっていう感じです。前回もね、9200とかだったので、まあそんな感じかなと思います。で、6000位は、まあ1万位よりね、プラス200ポイントぐらいをね、基準でいいかなと思うので、まあこんな感じなんですけど、まあ1万位ですね。僕も今回1万位一応ね、時間余りまたね、今期も相変わらず取れなかったので狙おうかなってやってるんですけど、まあそんな感じですね。1万円もちょっと下がって、まあ8000ポイント前後ですね。今僕が7800ぐらいで5000位とかなので、まあそんなもんかなみたいな感じで、とりあえずね1戦目も終わりました。ということでありがとうございました。はい、2戦目です。2戦目はライバル宇宙ですね。1戦目全然解説してなかったんですけど、ひどいドカバキから始まり、ゴジブルが最強でしたみたいな試合でございました。ということで、ね、この試合もねしっかりねゴジブル活かしていきたいと思います。はい、ということで対戦よろしくお願いします。一応ねボーダー予測ね、ふんわりやってったんですけど、あんな感じなのでちょっとね参考にしてみてくださいというところでね、最初はねちょっとずらしてから、なんだっけタックル打ってみたんですけど、しっかりね合わされちゃいましたね。ということでもう即ね身勝手変えちゃいます。変にねなんか何発か食らってからとか言うとね、意外と相手ねしっかりね読んでくる、読んできたりするので、僕ね最近結構即チェンジみたいな感じでするようにしておりますっていう感じでね、まあ、ただ回避読み失敗したってここめちゃくちゃ痛いですね。ただね、この身勝手のライフを見ておいてください。もうね、瀕死なんですけど、これゲーム終了時にほぼ満タンに、満タンというかまあ8割ぐらいになってるんでね、凄まじい回復力の髪の毛を見てください。で、ここね、一応ベルガモの特殊をね、ちょっと気をつけながら、変にね、突っ込まないように、まあ単発でもいなさないようにしながら、しっかり回避を見して決めましたっていうところで繋げていきます。そして、爆速ライジングが溜まると。これなんか最近噂されてますけど、
これボール付与率絶対なんかサイレント修正されてないかみたいな、ね、意見耳にしますよね。なんかやたら溜まりづらい時もあれば、なんかむちゃくちゃ早く溜まる時もあれだみたいなね。で、なんかライジング透かしたりとかすると、なんかやたら周りが早かったりとか、なんなんでしょうね。やっぱそういうのあるのかななんて感じながらね、最近僕もプレイしてます。なんなら、うん、まあ次の試合かな。うん、次の試合ちょっとね、恐ろしい感じのライジング飛んでくるんでね。というところで、これね、ベルガも絶対持ってきちゃうんですけど、とりあえずね、打っちゃいました。うん。まあなんかね、これちょっとあんまり打たない方が良かったかな。これでね、ちょっと打った後に必殺もぶち込んで、とりあえずね、半分ぐらい減らして、あとはね、ワンコン決めて落としたいなって、あのベルガムがね、今の選手とはちょっと重いんでねっていうところでそんな感じでやってるんですけど、まあうまいことね、いかず、とりあえず打ったら、うん、相手かぶせミスしてくれて入ってくれたんで、そのまま繋げてって、バドスでドカンですね。バドスでドカンした理由は、一応ね、まあ色相性的なものもあるんですけど、相手のね、大気風につくのがね、ちょっと優秀なのでやっております。っていうところでね、これ最速取れたんで、特殊ドカンと。強いね、強い強い。でシャンパ出てくるんですけど、またねゴジブルがしっかりね待機してますね。そしてチェンジと、ゴジブルね、改めてね、ほんとね、この2回目ぐらい出た時のね火力がねとんでもないんですよね。素晴らしいなーって感じます。でとりあえずぶん殴ってぶん殴って、回避もしっかりして、またぶん殴って、でバドスチェンジと、バドスが優秀、うん、ほんと強い。でこれちゃんと避けて、でいなして、苦手チェンジから、うん、一旦止めるんですけど、ちょっと様子見したら相手ぶっ破してきたんで、ここはもう決めちゃいますと。うん、ぶっ破してこなかったら相手のねタックルにね唾液合わせようかななんて思ってたんですけど、最悪ね相手唾液で突っ込んできてもシュンシュンするし、こっちねあのタックルも枯れるし、うんと射撃も枯れるしみたいなねもう最強の状況でしたね。でここは相手のね、うん、回避は強みでしっかりやったんですけど、まあ相手ね動き普通に、ね、回避してきたんで、うんとシュンシュンした後に決めて終了ですね。相手ねもうねバンに切れてるんでね、苦手はね、こういう使い方も強いですよね。最強だと思います。神の木ね、ほんとね、こういうね、超優秀なキャラ、まあ、ただ使い方がね、難しいみたいなキャラがね、いるのがね、まあ、楽しくもあり、難しくもありみたいな感じで、やっぱりいいパーティーだと思います。ということで、2戦目もありがとうございました。はい、ラストでございます。ラストは、今日の今しめ試合みたいな感じでございます。まあ、つまり、察していただけたら分かると思うんですけど、負け試合でございます。で、一応ね、圧倒的にね、色より取ってる選出は取れるんですけど、そこからね、どう負けるか、うん、どういう点がダメだったかというのをちょっと解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、対戦よろしくお願いします。久しぶりですね、青のね。なんかもうめっきり減っちゃいましたけどね。で、最初、ずらしタックルやったら入ってくれたんで、そこからとりあえず殴ってきますと。うん、バドスチェンジ、ゴジブル。安定ですね。強い強い。めっちゃ火力出る、ほんと。で、一応ね、これでね、殴っといて、火力もね、積んどいて、次のね、出てきた時に、さらなる火力をぶち当てましょう、みたいな感じですね。で、とりあえず、避けて、で、ここは一旦、いなして、で、バドスチェンジですね。で、一応ね、相手ね、すぐ厚くるかなと思って、ここはシェイキ合わせておりますが、ここでね、うん、相手のね、厚がしっかり合っちゃいましたが、しっかりね、ゴッページで止めますと。ゴッページも相変わらず強い。で、この必殺の火力ね、で最速取られないタイミングなのでそのまま打っちゃったんですけど、相手ねバカ野郎なかったのがちょっと良かったですね。で時止めされたんで、こっちも時止め仕返して、これ動いてるの聞こえたのでタックルですね。うん、でタックル速回避は釣れず、単発言いなされ、射撃は勝ち合いで、ここで受けちゃうと、うん、なんかね回避できなかったんですよね。というところで、まあとりあえずねここで一旦止まって、でちょっと見ながら相手の回避に合わせてしっかりタックルですね。うん、じゃないと、うん、射撃噛み合っちゃったりするんでねっていう感じで、まあ、ただしっかり止められて、ここは、そうですね、バカ野郎、相手ね、なんか、あと少しで場に回復するタイミングだったので、ちょっと居座るかなと思って突っ込んでみたんですけど、完全にミスプレイですね。これはね、絶対ダメですね。うん。相手にチェンジされたら、こうやってね、確定圧になっちゃうんで、っていうところで、こう、チェンジ時止めで、うん。これワンチャン落とせるかなと思って期待してやったんですけど、これもね、ちょっとあんま良くなかったかなで、見ながら、うん。で、一応下がったんで、必殺の後に、そのまま究極ってやるんですけど、ここでね、相手雷神来たのはしっかり受けれると。ただ、バカ野郎されると。痛すぎ。バカ野郎痛すぎですね。で、これで大キャン釣るんですけど、相手の究極飛んできちゃって、雷神がまさかのね、潰されるんですよね。これはむちゃくちゃ痛かったですね。うん、相手の雷神もね、潰れたけど、こっちの雷神もしっかり潰れて、しかもゴジブル落ちというね、で、バカ野郎にもしっかり釣られちゃったというね。ちょっとね焦りすぎプレイがね2連続でねこれミスを招いてますね。でギリギリ落ちないと、これねバダ落ちなかったのも改めてむちゃくちゃ痛かったですね。でただドヤベジは落ちと、
ですぐ接近して単発打つんですけど、相手しっかりバカ野郎変えてますね。なのでもうこれね、バカ野郎なんて気にしてる場合じゃないんで、とりあえずぶっぱしてぶっぱして、うん、で単発止めやるんですけど、もうダメですね。でこのバカ野郎のバダ経由の火力ね、まさかの2アーツでね、ゴッペジが落ちるというね。しかもこっちね、体力済みですからね。ゴッペジもね、一応ね、体力系のフラグもつけてるし、ちょっとゴッドゴクでさらに上がってみたいなところなんですけど、恐ろしいですね。ここしっかり相手止めて、で最速取れたんでもう一回殴ってコキブーストしながらっていうところなんですけど、バダに変えられちゃったので、これはねとりあえずもう相手にねアーツを使わせてっていうところなんですけど、相手突っ込んできたんで入っちゃいましたね。うん、で繋げて、でここわざとアーツ外します。うん、でこれでまたね相手使わせられましたね。うん、でこうバカ野郎も使わせれたんで、もう一回接近して射撃潰そうみたいな感じで潰しております。これで相手ねもうねだいぶね気力もね手札も切れてますみたいな状況なので、ワンコンでは落ちないかなっていうところです。でちなみに相手ね、あの前回ライジング打ってから、まあねアーツ自体はね11発ぐらいしか打ってないので、さすがにねライジングないでしょうっていうところだったんですけど、まさか飛んでくるというね、絶対浮遊率おかしいですよね。しかしたら絶対上がってると思いますっていう感じで、最後はねあの2回のミスがちょっとね響いた末にライジングが飛んできて負けということで、対戦ありがとうございました。はい、お疲れ様です。いかがでしたでしょうか。うん、まあこんな感じでね、とりあえずねボーダーは相変わらず下がり気味ですよっていうところと、まあね神の木ねちょっとねだんだん環境的に戦いづらくなってきたので、いろいろね改良しながらやっておりますので、神の木使いの方はちょっとねあのまあ参考にしていただけたり、場合によってはねちょっとねこここうしたらいいんじゃないかってアドバイスをねいただけたらね、僕的にはとってもありがたいので、そういったことをね言っていただけたらと思います。というところでね、一応ね今回はこれで終わりたいと思いますが、またねちょっとね別なパーティーでね、すごくねあの仕上がってるパーティーがあるので、それをねちょっとね後日動画にしようと思っておりますので、そちらの方もねぜひ見ていただけたらと思います。というところで今回はこれで終わりたいと思います。よければチャンネル登録グッドボタンぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。